少しだけ雨足が弱まった気がするね。おお、まだいっぱい降ってるよ。おお。仮に止んだって、この島には船がねえんだしな。船が明日すぐに来てくれりゃいいんだがよ。洋館バカンさんもお腹いっぱいだぜ。母さん、明日船はいつ来るのかな。本来なら帰りの船は今日の3時に来てくれることになっていました。先方も台風が過ぎてから出直すと電話をしてくれたでしょうが、あいにく電話は普通ですから。でも向こうも子供の使いではありません。客人の方々の送迎目的だと教えてありますから、おそらく明日の朝一番で、多分9時頃に来てくれるでしょう。綺麗に盛り付けられてますよ。カノン君もお上手ですよ。シャノン姉さんだったらもっと綺麗に。今は忘れなさい。今は忘れます。うん、それがいいだろう。金蔵さんもどこへ行かれたんでしょうな。ご無事だといいのですが。わかりません。すべては親方様が望まれ仕組まれたことのように思っています。それを邪推することは親方様にお仕えする家具には過ぎたことです。源氏さんは怖くないのですか。私には今夜まだ何か良くないことが起こるような気がして怖いのです。怖いことなど何も。私はただ後ろ宮家にお仕えするだけです。源氏さん、私は今夜が本当に怖いのです。無事に明日の朝を迎えられることを心より願っています。
やっぱり家族だけだとリラックスできるな。他のみんなも客室にこもって鍵をかけてりゃええんや。夏日姉さんが客間を出るなって威張り散らしてるんだもん。誰も口答えなんてできないでしょ。あの人ずっと冷や飯を食ってきたから、兄さんが死んでやっと天下が来たって張り切ってんのよ。まったくずうずうしいったらあるしない。まあそう言うな。夏希さんもあれで結構頑張っとるんやで。お前もそう突っかからんでもええやないか。さっきのレシートの件もあそこまでは言い過ぎやで。だってあそこで言わなかったらもう言うタイミングがないんだもん。でも、こうして二人きりになるのはずいぶん久しぶりよね。そうやな。思えばわしもお前も老けたもんや。ジョージが生まれてから何もかもがあっという間や。本当にあっという間よ。子供を作るの焦りすぎたかしら。私、クラウス兄さんのことが昔から嫌いだったわ。偉そうで威張ってて、自分がやがては当主になるのだと自慢してて、だからそれに一矢報いてやりたかった。でもそれは子供の頃の感情なのよ。でもその感情は結局自分の人生のほとんどを支配した。それだけならまだいい。その感情はあなたやジョージまで巻き込んで振り回してしまった。エヴァ、備え自分を責めるな。わしはな、自分の人生はもうとっくに折り返しに入っとる。でもな、今日までの生活を後悔したことは一度もないで。一度もや。エヴァと一緒で他の男どもじゃ味わえん楽しい人生になったと思っとる。戦争で身寄りを失ったわしにもう一度家族のぬくもりを教えてくれた。だから後ろ宮の家には感謝しとるし、
わしの唯一の家だと思っとる。わしとお前が歩んできた人生にな、無駄なことなんかなんもなかった。今日までほんまに楽しい人生やったで。ありがとう。感謝するのはわしや。今日までお前と一緒にいて後悔した日なんてあらへん。私もよ、あなたと一緒になれてよかった。ジョージももう立派な大人や。わしが見張ってなくてもしっかり仕事ができる一人前や。で、正月あたりをのんびりモルジブあたりで過ごさんか。わしら二人水いらずや。いやよ、毎年年賀状の返礼で寝る暇もないとか言ってるじゃない。次の正月だけはなしや。年賀状はみん黙って下のお年玉くじだけチェックするんや。今年はカラーテレビくらい当てたいで。やだ、モルジブでお年玉くじのチェックなんてしたくない。じゃあそいつもなしや。水いらずのんびりで、ジョージが生まれる直前の新婚時代の続きをちょいとしてみんか。うん、それならいいわね。モルジブはええとこらしいで。なんもない島に美しい珊瑚礁と水上コテージが並んでてな。新婚時代の続きっていつからなの？仕事納めしたらすぐや。旅行店に聞いてみんとわからんが、多分大晦日前には。いや、今すぐがいい。奥様、お夕食の準備が整いました。お食事はまたこちらでよろしいですか？ええ、ここへ運ばせなさい。南條先生はまだ厨房にいるのですか？はい、次の一手を熟考したいとおっしゃっております。ご安心を。他の使用人たちとご一緒です。源氏さんはじい様の相手ができるくらいチェスが強いもんな。南條先生よりも強いらしいぜ。そうなんだ。昔相手をしてもらったことがあるけど、あれは勝たせてくれたのかな。マリア、もうすぐ飯だそうだぜ。しかしよく一日中テレビを見ていて飽きねえな。いつもテレビいっぱい見てるから平気。うん。マリアちゃんはテレビっ子なんだね。食事だから机の上を片付けないとダメだぜ。ゲンジ、エヴァさんたちにもせめて食事くらい一緒にしないかとお声をかけなさい。どうせ断るでしょうが。かしこまりました。お父様の次はエヴァさんですか。つくづく後宮家の食卓には全員が揃いませんね。
エヴァ様、イディオシ様、お夕食の準備が整いました。ゲンジ様、これは。親方様の封筒、あるいは エヴァ様、エヴァ様、ゲンジでございます。いらっしゃいますか。お返事をお願いいたします。エヴァ様。テレビの音らしきものが。でも気配が感じられません。お部屋は空っぽかも。エヴァ様、エヴァ様、どうかお返事を。もうお部屋にはいらっしゃいませんか。ケンジ様、エヴァ様、申し訳ございません。お部屋を失礼させていただきます。源氏様、いかがしますか。私は奥様をお呼びしてくる。カノンのチェーンの切断を。はい。待て、カノン。厨房に戻り、熊沢と行動するように。断じて一人で行動してはならんぞ。はい、かしこまりました。
おや、どうしましたか、源氏さん。南條先生、申し訳ありませんが、この勝負は一度中断させてください。カノンはチェーンを頼む。熊沢、食事の配膳は一時中断し、カノンと同行するように。私は奥様のところへ行く。南條先生もご一緒に。何かあったんですか。熊沢さん、申し訳ありませんが、僕と一緒に来てください。何があったんですか、カノンさん。何を探してるんですか。私も手伝いますよ。ドアチェーンを切断するんです。大きめの番線カッターはどこだっけ。ドアチェーンを、どうしてそんなことをするんですか。エヴァ様たちのお部屋にチェーンが。中にいらっしゃるはずなのに、お声をかけても返事がないんです。ください、カノンさん。早く。なんですかこれは。ベアトリーチェ。ベアトリーチェ様の仕業ですよ。恐ろしや恐ろしや。カノンさん、足元に封筒が。しかもこれは親方様のもの。
エヴァ様。秀吉様は、秀吉様、またしてもこのような落書きが。この手紙は、中には何と。いえ、まだ読んでおりません。迂闊に触らん方がいいですね。犯人の指紋が残ったかもしれん。警察に渡した方がいい。わざわざ手紙を残すくらいです。どうせ指紋など残っていません。分かった。市販は出たんだ。死後硬直も始まったな。おそらく殺されてから1時間経ったかどうかというところだろう。しかしこのような縁の短い曲で頭蓋骨は考えられん。
早く子供たちに、ジョージ君を見せるわけにはいきません。至急、この部屋を閉じなさい。ええ、見せられませんとも。両親のこんなむごい姿をとてもジョージさんには。エヴァおばさんたちは無事なんだよな。おい、カノン君、これは何の騒ぎなんだ。バトラ様、誰がこんなことを。殺してやる、殺してやる。心に決めた女を婚約した次の日に失った。同じ日に親父とお袋まで殺されるなんてよ。そんなのあんまりにも無謀じゃねえか。いつか死ぬぜ。人間、誰だっていつか死滅の話を戦わなきゃならない日が来るだろうよ。でもよ、そいつは兄貴にとってはずっと未来の話で、しかもそいつが一つずつ順番に訪れるべきもんじゃねえかよ。逃げる手段もなく怯えてるだけだろうと思ってるだろうよ。だからひっくり返す。明日までこの島から逃げられねえのは野郎も同じだ。しょんべんちびりそうになりながら逃げ隠れするのは俺たちじゃねえ、野郎の方だ。暴いてやるぜ。必ずな、明日までに。いや、明日なんか待たねえ。今夜だ。今夜中にやる。
とにかくこの部屋は警察が来るまでこのままにして施錠します。いいですね。答えよ。あ、マリアもわかるか。こりゃ何の匂いだよ。ひでえ匂いだぜ。私ちょっと厨房を見てきます。火はちゃんと消したはずなんですよ。カノン、クマサワと行きなさい。一人にさせないように。はい。くさい。これは確かに鼻が曲がりそうな匂いですね。しかし換気のために窓を開けてもいいものか。換気扇を回させましょう。窓を開ける必要はないと思います。ジョージの兄貴、話しかけても大丈夫かよ。犯人を探す相談なら構わないよ。部屋にはチェーンがかかってた。さっき構造を見たが、とても外から細工できる代物じゃねえ。つまり完璧な密室だったってことだ。そうなるね。バラ庭園の倉庫の時はシャッターの鍵を使用人室からこっそりと持ち出したのだろうとか、あるいは複製の鍵を持っていた可能性とか、いくつか方法が想像できた。でもチェーンは違う。チェーンは一般に浸透した施錠方法の中で最もシンプルに密室を構築できる。チェーンだけは物理的に破壊しない限り外からはどうにもならないぜ。じゃあつまり犯人は扉からは出入りしなかったってことなのか。こりゃ面白い。つい数時間ほど前にも扉以外でどうやって部屋から出入りしたのかってみんなで騒いだ気がするぜ。
なら犯人は室内に入らずに犯行に及んだ。部屋の外から何らかの方法で。確かにチェーンである以上、人が通れるほどは開けなくても多少の隙間を開けることができる。ノックして顔を覗かせたところを襲うとか。いや、甘いか。甘いよな。エヴァおばさんの遺体が扉のすぐそばだったならそれも考えたぜ。だがエヴァおばさんは部屋の奥のベッドの上、しかも秀吉おじさんはバスルームだった。チェーンの隙間からでは姿を見ることもできねえし、手を伸ばすこともできねえ。ちくしょう、全然ダメだぜ。さっぱりだ。おお、満足？満足って何がだよ。バトラは親族の誰かを疑うのが嫌だから、犯人はベアトリーチェで会ってほしいと願ったよ。だからベアトリーチェは叶えた。バトラが言った通り、絶対に人間には無理なことをして、バトラに魔女の存在を信じさせてくれた。なのにわがまま。ああ、叶えてくれてありがとうよ。今のはその礼と、不謹慎な時に笑ったことへの教育的指導だ。それより教えやがれ。エヴァおばさんたちの部屋の扉にもまた怪しげな落書きがされていた。あれもまた魔法人なのか。あれは特に覚えやすい特徴的な形なんだから、あのくらい知っててほしいね。知らねえから花を持たせてやってんだ。ごちゃごちゃ言わねえで解説しろい。バトラは暴力的だね。あんまり意地悪すると教えないよ。あいた。言うよ言うよ、このげんこつ男。あれは月の一の魔法人だよ。何の意味がある？その魔法人のご利益は？書かれてるヘブライ語の意味は？記されているのは旧約聖書詩編第107編の16節。主は聖堂の扉を破り、鉄の冠を打ち破ってくださいました。魔法人の効用は2つ。1つはいかなる方法によって閉ざされた扉でも開くことができる。そりゃ便利な魔法だぜ。つまり魔法の力に頼らなきゃ開けぬ密室の扉っていう魔女様のアピールってわけか。もう一つの効用は、開かぬ扉を八方塞がりの事態に見立て扉を開く。難解な事態の時に用いることで、それまで思いつきもしなかった解決策を与えてくれるんだよ。平たく言うと観察力や洞察力、ひらめきや直感を授けてくれるんだね。ベアトリーチェはバトラごとき人間風情にこの扉の開き方がわかるものかって挑発してるんだよ。あいた。よーし、もう黙れご苦労。上等だぜ。その魔女の挑戦受けてやら。マリアちゃん、この世に魔女も悪魔も存在しない。父さんと母さんは誰かが殺した。それが僕のよく知る人間なのか知らない人間なのかはわからない。でもそのどちらであっても必ず人間なんだ。しかしどうやって、せいぜい10センチ程度しか開かない扉の隙間からどうやったら室内の2人を。それにしても耐え難い匂いです。一体何事なのですか？
ボイラー室。またボイラーの調子が悪いんでしょうか。ルーレットは数字と赤黒にかけて配当を競い合う。だが赤か黒かのようなリスクの低い賭けはその程度の配当しか与えられない。逆により的中率の低いかけ方をすればそのリスクに比例した配当が与えられる。親方様は天文学的なリスクを的中できることを奇跡と呼び、その結果得られる天文学的な配当を魔法と呼んでいた。親方様とお前がどんな魔法を求めてルーレットに挑んでいるのか、そんなことには興味ない。しかしお前は忘れている。ルーレットには赤でも黒でもない目が出うることを忘れている。僕は一つだけ心に決めていた。もしシャノンが殺されて僕が生き残るようなことがあったなら、この身を投げ出してお前のルーレットを全て台無しにしてやろうと。
親方様が決めたルールでも、ましてやお前が決めたルールでもない。このルールは僕が作った。僕はもう家具じゃない。お前のルーレットのゼロなんだ。僕はもうお前の言葉に惑わされたりはしない。悪魔のルーレットはこれでおしまいだ。地獄にてさらに千年、次の召喚者を待つがいい。ベアドリーチ！誰か！何事ですか、クマ様！返事をしなさい、クマ様！カドン！返事をしなさい！ゲンジ、南條先生をここに！隠れている者は何者です？おとなしく出てきなさい。そちらから出てこないなら容赦なく撃ちます。ライトだ、おばさん、照らすぜ。
夏日おばさん、あの扉はどこへ。源氏、あの扉はどこに通じているのですか。中庭です。に、逃がすかよ、くそ、この野郎。待ちなさい、バトラ君。一人では危険です。バトラ君、一人で先走ってはダメです。バトラ君、チクショウチクショウチクショウ、平和おばさんに秀吉おじさん、さらにカノン君かよ。6人も殺しやがった。飽き足らずさらに3人も殺しやがった。ふざけるな、ふざけるな。エヴァおばさんも秀吉おじさんも昔からいつも優しくしてくれる愉快なおばさんたちだったじゃねえかよ。カノン君とは昨日会ったばかりだが、きっとこれから仲良くなれたと思うぜ。なんで殺したんだ。どうして、どうして。人ってのはな、殺しちまったらな、二度と生き返らねえんだぞ。タケノコみてえにひょいひょい生えてきちゃ来ねえんだぞ。どうして殺すんだよ、どうして、どうして。大丈夫です。あなたも、ジョージ君も、マリアちゃんも、ジェシカも、私が絶対に守ります。母として、そして、後宮家の代表として。とにかく一度下に戻りましょう。犯人を探すより自分たちの身を守る方が最優先です。明日になれば船が来る。そうすれば警察がやってきて全てを白日のもとに晒し出してくれるでしょう。犯人がどうあがこうともこの島から逃げられるものですか。そうする。警察さえ来れば。
おそらく親方様だと思います。私も同感です。このようなお姿でお亡くなりになるとは、おいたわしや。でもこの死体、本当に爺様だって保証はあるんすか？こうも黒焦げじゃ、性別さえも想像つかないってのに。バトラ君、足をご覧なさい。両足の指です。よくご覧になってください。あ、本当だ。親方様はお生まれの時から両足の指に特徴がございました。そしてゆえに親方様は後宮家の再興を託されたのです。後宮家には昔から生まれつき多子症の方が多かったそうです。多分遺伝的なものでしょう。指に当主の指輪がありません。昨夜の手紙の通りということですか、お父様。さぞやご無念でしょう。
バリアちゃん、それ以上しげしげと見てはなりません。さあバトラ君も。カノンの容態も気になりますし、いつまでもこのようなところにはいられません。戻りましょう。おい、マリエ、ベアトリーチェの目的は何なんだ。俺たち全員の命か。ベアトリーチェはもうすぐ蘇るんだよ。その時、誰も生き残れはしない。よくも笑えるもんだぜ。自分だけ蚊帳の外だと思ってるのか。どうして自分の身に危機が迫っていると感じない。どうして怯えない。ベアトリーチェは約束してくれたもん。私は黄金郷へ連れて行ってもらえるんだよ。そこはね、しがらみも何もない、全ての人たちがずっと一緒に、いつまでも優しくし合っていける素敵な場所なんだよ。私は楽しみだよ。その時はもうすぐだもん。マリア、もう一遍だけ聞く。どうせ答えは同じだろうが、もう一遍だけ聞く。お前は昨日バラ庭園で手紙をもらった。そいつは誰なんだ。おお、だからベアトリーチェ。バトラがまだ信じない。